歴史エッセイストの白駒ひとみです。私は日頃日本の歴史や文化の素晴らしさをお伝えする講演や執筆を行っています。 YouTube では NHK 大河ドラマ光る君へを丸ごとドラマとして楽しみつつ、源氏物語の魅力も同時に味わえるオリジナルの解説を毎週お届けしております。光る君へ第11話、惑う心。前回は神奈の変という政治史における大事件と、真宙と道長の恋という対極をなす公と私の両面から、どちらも行き詰まるようなストーリーが展開されていきましたが、今回も同様でしたね。一条天皇の御即位における高見倉の事件と二人の王政、この対極をなす状況での道長の振り幅の大きさに、視聴者の目は釘付けになったのではないでしょうか。この動画では一条天皇の即位式に際して突き抜けた凄みを発揮した道長と、真宙との逢瀬では同じ人間とは思えないぐらい子供じみていた道長、その振り幅の両極に迫ってみたいと思います。神奈の変の後、藤原の兼家の一家と真宙の父藤原の為時は対照的な人生をたどっていきます。兼家は権力を我が手中に収め、息子たちを露骨に出世させた。一方の為時は職を奪われ、元の貧しい暮らしに戻ります。すっかり気落ちした為時を見て、真宙はやむにやまれぬ思いで、左大臣家の智子を訪ねます。父に便宜を図ってほしいという真宙に、厳しい現実を突きつける智子。すると真宙は、なんと単独で、兼家との直談判に挑むのです。中流貴族の、しかも女性である真宙が摂政に会えるはずがないというのが当時の常識ですが、ここはドラマのストーリーを尊重し、その世界観を味わいましょう。兼家に会いに行くということは、愛しい道長の実家を初めて訪れるということ。真宙はプレッシャーの中にも、ここがあの人の家と乙女心がちらっと見え隠れします。そう、これも人間だから。ここまでが恋心で、ここからは親のため、なんていうふうに人間の気持ちと言動はきっちり割り切れるわけではなく、様々な感情が混然一体となっているんですよね。第11話のタイトルは、惑う心ですが、これは真宙の心を表すと同時に、ある時は道長に、またある時は真宙に、自分を投影している私たち視聴者の心の揺らぎにも通じる気がします。思いがけない人物の来訪に対し、兼家が何を思ったのか分かりませんが、真宙は兼家に会うことができました。しかし、父に官職をお与えくださいと懇願する真宙に、兼家はこう言い放つのです。わしの元を去ったのはそなたの父の方であるぞ。わしは去りたいと思う者を止めやせぬ。されど、ひとたび背いた者に情けをかけることもせぬ。わしの目の黒いうちに、そなたの父が官職を得ることはない。すごい迫力でしたよね。兼家からすると当然のことで、それを予想できない為時も真宙も、あまりに世間知らずと言わざるを得ないのですが、この場面は辛かったですね。ちなみにドラマでは、兼家が火山天皇のもとにスパイとして送り込んだのが為時でしたが、これはドラマオリジナルのストーリー。実際は為時の妻の親類が火山天皇の叔父、藤原の義親の将の一人だったので、そのコネを使って為時は火山天皇に仕えることができたようです。天皇が変われば側近のクロードは当然入れ替わりますが、本来、式部の嬢は辞める必要はありません。しかし、為時の場合、後ろ盾の火山天皇も義親も出家してしまったので、辞めざるを得なかったのでしょう。為時は学者としては一流でも、世渡りは下手だったのでしょうね。さて、ドラマに話を戻しますと、意気消沈して帰宅した真宙を待っていたのは、後に夫となる信孝でした。まだドラマの中では、二人が結婚する気配は微塵も感じられず、親切な親戚のおじさんという息を出ませんが、二人の会話はなかなか興味深いものでした。
摂政への直談判という真宙の勇気ある行動を信孝は、お前すごいなと手放しで称えました。そして信孝は真宙に結婚を勧めるのです。この時代、男の出世の鍵は妻の実家が握っていました。上流貴族ともなれば、しっかりした後ろ盾のある姫君と結婚し、妻の実家に婿入りするのです。婿を迎え、一緒に暮らす女性を以前は正妻と呼んでいましたが、今は嫡妻という呼び方が一般的なようですね。真宙が言っていた北の方も同じ意味です。神殿作りで身分の高い人の妻が北の隊に住んでいたところから、北の隊に暮らす女性を敬って北の方と呼ぶようになりました。ここでは嫡妻という言葉で統一しますね。当時の婚姻制度では、男性は嫡妻の実家に婿入りし、嫡妻と生活を共にしながら将の元へと通います。嫡妻は身分や実家の経済力が問われますが、将であれば、むしろ夫に援助してもらうことができるのです。信孝が勧めた結婚とは、将になること。それを渋る真宙に、わしにも幾人かの将がおるし、身分の低い者もおるが、どの女子もまんべんなく慈しんでおる。文句を言う者などおらんぞ。男はそのぐらいの度量は皆あるものだ。もっと男を信じろ。と悪びれもせず、シャーシャーと言ってのける信孝。そしてこの会話が、この後の道長と真宙の関係性の伏線になっていくのですね。現代の感覚では、信孝の発言は不適切にも程がありますが、当時はこれが当たり前。でもその当たり前の感覚が真宙にはありません。彼女の中で愛する人のたった一人の存在になりたいという思いが大きくなっていくのです。このあたり、源氏物語の女君たちの苦悩と葛藤につながっていきますよね。こういう真宙だから将来源氏物語を書くことになるんだなぁと、誰もが納得したのではないでしょうか。でもそれはまだまだ先のこと。ドラマの中の二人は青春真っ只中。それぞれが月を見てはあの世を思い出し、送られた文を読み返す。そんな甘美なうずきを吹き飛ばすような事件が起こります。カンナの変から約1ヶ月後、一条天皇の御即位の朝、高見倉にとんでもないものが置かれていて、一同を震撼させたのです。火山院がお経を唱えている姿と、高見倉を見に行く道長の顔、そしてパイプオルガンの荘厳な音色、まるでホラー映画を見ているように、視聴者の緊張も一気に高まります。実はこの時、火山院が唱えていた、オンシュチリキャラロハウンケンソワカ、オンシュチリキャラロハウンケンソワカという神言は、繰り返し唱えることで強力な神通力を発揮し、悪縁を断ち切ると言われているそうです。火山院にとっては、金家一家との縁はまさに悪縁だったでしょうし、呪詛するという思いもあったのかな。まさか火山院の呪詛であのおぞましい事件が起こったわけではないと思いますが、あのような恐ろしい事態を引き起こしたとしても不思議ではない。ものすごい迫力でしたね。そしてあの事件はフィクションではありません。歴史物語大鏡に次のように綴られているのです。高見倉のうちに、髪つきたる者の頭の血打ちつきたるを見つけたり蹴る。現代語訳すると、高見倉のうちに髪の毛の生えた何か得体の知れない者の頭で、しかも血のついているものを見つけたとなります。高見倉は玉座とも呼ばれ、ご皇室にとって大切な調度品。即位式に際して新天皇が高見倉に入ると、帳が下ろされ、天皇は三種の神器の剣と勾玉とともに中にこもられます。すると神器が霊力を発し、新天皇を人間から聖なる存在へと変身させる。高見倉はその演出装置、そこに生首が置かれていたのですから大事件です。これがもし現代ならば、殺人事件が発生したことで大騒ぎになるでしょうが、平安時代にはそれ以上に汚れが問題とされました。汚れは漢字で汚れ、
そして気が枯れると書いて汚れとも表現されますが、不潔、不浄な状態で危険や不幸をもたらすものを指します。汚れで最も忌むべきは死であり、それは神道の思想なのです。その神道を司るのが天皇であり、その聖なる存在を作る装置が汚れたとなれば、即座に宮中を閉鎖しなくてはなりません。さらに政務を一定期間止めることも規則で決められていました。大鏡の記述では、この大事件について即位式の責任者が兼家に報告し、指示を仰ごうとしましたが、兼家は眠っている様子なので、もう一度同じことを報告したそうです。それでも兼家は眠り込んでいて返事がありません。最終的に、聞かなかったことにして済まそうと思っているんだなと察した報告者によって、何もなかったこととして処理されたと書かれています。聞かなかったイコール何もなかったことにするというのは、狡猾で大胆な兼家らしいやり方ですが、もしかしたら以前一度は倒れた兼家が寝たふりをし続けたのは、この大鏡のエピソードを踏まえたのかもしれませんね。ドラマの中で兼家は、誰の仕業かは分かっておると道長に告げました。おそらく火山天皇を支持する一派が即位式の延期を企んで仕組んだのではないかと言われていますが、この妨害に屈しないために兼家はあえて聞こえなかったふりをして事件を握りつぶしました。ちなみに大鏡はこの時の兼家の対応について、汚れはあったが結果として忌まわしいことも起きず、むしろ上首尾だったと称賛しています。大鏡は兼家や道長の時代から約1世紀を経て成立していますが、兼家といい、大鏡の作者といい、汚れに対する感覚が絶対のものではなく、ご都合主義というか、ファジーというか、しなやかでしたたかな日本人の一面を感じますね。さて、生首をなかったことにしたのは、大鏡も光る君へも一緒ですが、ドラマでは道長が役人に鴨川に処分するよう命じました。しかし役人は、汚れておりますと恐れおののくばかり。仕方なく道長が処理をし、血のついた高見倉をなんと己の赤い袖で拭いました。平然とした表情で、汚れてなぞおらんとつぶやく道長。かつて苦しい生活を強いられる民に同情を寄せるも、具体的な行動は起こさず、自分自身は貴族社会に守られてきた、どっちつかずで甘ちゃんの道長の姿はそこにはありません。この時の道長には、善悪や汚れを突き抜けた凄みを感じましたよね。そして兼家の後継者は紛れもなくこの道長だと、視聴者が確信を持った瞬間でもあったと思います。直秀たちをこの手で埋葬した経験や、志を訴える真宙の期待に男として応えていきたいという思いが、道長を短期間で大きく成長させたのでしょう。道長の日記、御堂関白記を読むと、道長は汚れの思想に忠実で規則をしっかり守っていた様子がうかがえます。自宅の床下で犬の死体を発見した時には祭りへの参加を取りやめましたし、外で汚れに触れた時には家族に移らないよう自宅に帰らなかったこともあります。ですが、ドラマ光る君へでは、兄の道兼の殺人が真宙を苦しめ、今度は道長が死イコール汚れを隠蔽することになりました。ドラマにおけるこの兼家一族の深い闇を意識せざるを得ません。それにしても、高見倉の大事件を描く際の演出がすごかったですね。道長が汚れを否定したとき、真言を一心不乱に唱える火山院の数珠がちぎれる。床に散乱した数珠は、なぜか北斗七星の形をしていました。そういえば、即位式に臨む一条天皇のお召し物の背中にも北斗七星が描かれていましたね。どなたか、この二つの北斗七星の意味のわかる方、コメント欄に情報をご提供くださると嬉しいです。一族の映画のベースを築き上げた道長と、失意のうちに播磨の国、諸社山、円行寺へと旅立っていった火山院。考えてみると、少年時代の二人には足を器用に使う
という共通点があり、それは頭脳明晰であることが何よりも大切にされた時代に、二人が異質の価値観を持っていることを象徴しているようで、私の目には好ましく映っていました。その二人がここから対照的な運命をたどることになるのですね。さて、突き抜けた凄みで即意識中止の危機を救った道長ですが、真宙との関係性においても果断に対応していこうとします。父の失職で再び貧しくなった真宙は、使用人に暇を取らせ、家事を自分でやるようになります。そんな真宙をそっと覗く道長、野菜を洗う水と真宙の汗がキラキラと輝き、なんとも趣のあるギターの音色が流れる、大河ドラマということを一瞬忘れるようなロマンティックな場面。真宙を見つめる道長の目がもう胸キュンでした。道長からの伝言を受け取った真宙は、その夜、約束の拝廷に駆けつけました。濃密に抱き合い、唇を求め合う二人。そしてついに道長は真宙に妻になってくれと求婚したのです。遠くの国へは行かず、都にいて、祭りごとの頂を目指す。真宙の望む世を目指す。だからそばにいてくれ。この道長の申し出を、ちぎりを交わす前の真宙なら、素直に喜んだかもしれません。でも、あの世から、真宙の女心は揺れっぱなし。志に生きるのも、真宙の本当の姿。でも、愛しい人を、心と体が求め、その人を自分だけのものにしたいと考えてしまうのも、生身の人間として自然なことなのです。まさに惑う心なんですよね。加えて、二人の恋にはとんでもない障害が立ちはだかっています。ただでさえ恋には苦悩と葛藤が尽きないのに、二人の間には越えられない身分の壁があり、さらに道長は真宙にとって自分の母の命を奪った憎い人の弟であるという、逃れられない宿命がある。だからこそ余計に苦悩と葛藤が深まる。実はこれ、源氏物語につながる重要なモチーフの一つです。第7話の解説動画で詳しくお伝えしていますが、禁断の愛の中に真実の愛を見つけたのが紫式部であり、大きな障害があるほど心が燃えていくのが主人公の光源氏なんです。ドラマの中の真宙は多感な10代後半で、恋の喜びも苦悩や葛藤も知った。その経験が、あの世界的名著源氏物語を生み出す原動力となった。もう見事な筋書きだと思います。真宙の成長ぶりは左大臣家のサロンでの発言に象徴されていました。この時取り上げられたのは、古今和歌集牧野十四恋歌4から第690番読み人知らずの歌。この動画解説シリーズでも何度かお伝えしましたが、古今和歌集では恋歌が1から5まで、片思いの恋の始まりから恋が実り、やがて恋が終わるまで時系列に沿って配列されています。源智子たちが話題にした恋歌4は、互いの恋心が最も盛り上がっている歌を集めているのです。君や今、我や浮かんのいざ酔いに、牧の板戸も刺さず寝にけり。君や今、我やいかんのいざ酔いに、牧の板戸も刺さず寝にけり。あなたが来てくださるかしら、それとも私の方から出かけていこうかしら、と躊躇しているうちに、いざ酔いの月も出て、とうとう戸締まりもしないまま眠ってしまいました。この歌について、真宙は寝てはいないと思います。寝てしまったことにしないと、自分が惨めになるからと思ったのではありませんか、と見事な解釈を披露しました。両思いで盛り上がっているのに苦悩が尽きない。肉体は結ばれても心はすれ違う男と女。言葉の背景にある読み手の思いが真宙の気持ちと重なるのでしょう。真宙は頭では自分が道長の着妻になることはできないと分かっているんです。でも月夜のちぎり以降、真宙の心は頭より体に支配されているんですよね。真宙の心と体は道長のたった一人の女性になることを欲しているのです。
だからプロポーズされた時、つい、それは私を北の方にしてくれるってこと？と確かめたのです。沈黙で答える道長に、真宙は、将になれってこと？今度は間髪を入れずに、そうだ！と答える道長。いやー、第11話は幼い頃から夢見がちで物語を作るのが得意だった真宙に、智子が、金家が、そして道長までもが現実を突きつける厳しい展開となりましたね。それでも現実に屈しない強さを持ち、自分に正直に生きるのが真宙なんですよね。北の方は無理だ。されど俺の心の中ではお前が一番だ。と真心を伝える道長に、心の中では一番でもいつかは北の方が、耐えられないわそんなの、と取り乱す真宙。いやー、切ないですね。この時の真宙は、苦しいほど道長を求め、道長にとっての唯一無二の女性になりたいと願ったのですよね。真宙を見て、紫の家を思い出した人も多かったのではないでしょうか。光源氏から最も愛され、心では一番なのはよくわかっていながら、自分よりも身分の高い女三宮に着妻の座を奪われたことで、生きるエネルギーを失っていった紫の家。そういえば、ドラマの真宙と三郎の出会いの場面は、まだ幼い紫の上が光源氏に見出された場面のオマージュでしたね。一方、真宙の理想を叶えるため、必死で考え、提案したのに、頭ごなしに否定された道長は、切れてしまいます。ならばどうしろというのだ。そして、遠くの国に行くのは嫌だ。偉くなって世を変えろ。北の方でなければ嫌だ。勝手なことばかり言うな。とさらにぶち切れ、真宙の前から姿を消してしまいます。かつて直秀が、帰るのかよ、の名言を残しましたが、私もここで道長に同じ言葉をぶつけたかったです。もちろん道長の言っていることは正論なんですよ。真宙も頭ではわかっている。でもね、頭では割り切れても、心は割り切れないのが人間なんです。道長しか真宙を幸せにすることはできないのですから、真宙から逃げずに、そばについていてって言いたくなりました。さらに、女性としてはこんな風にも感じてしまうんです。道長が精一杯真宙のことを考えているのはわかりますが、祭りごとの頂に登ろうと決意し、汚れを否定した道長は、当時の社会通念を打ち破っているわけですよね。ところが、北の方は無理だと婚姻に対する認識は変えられない。いや、わかるんですよ。頂に登るには、着妻に誰を選ぶかは最重要課題です。それが真宙の理想を実現するために必要な考え方なんですよね。頭ではわかるんですけど、女性心理として、道長のご都合主義がちょっと鼻につくわけです。突き抜けるなら徹底的に突き抜けちゃえばいいのに、と。しかも、もっともらしいことを言っておきながら、思い通りにいかないと真宙を置いて一人帰ってしまう。この子供っぽさ。まあ人間は矛盾に満ちた生き物ですから。社会通念に対する態度が一貫していないところには目をつぶりましょう。大好きな真宙の望みを叶え、喜ばせようとしたら、彼女のわがままがエスカレートして、どうすることもできなくなってしまった。そんな道長に、私は同情しますが、返す返すも、真宙を残し帰ってしまったところが残念なんです。わがままな真宙を突き放すのでなく、さらに深い愛で受け止め、慈しみ、とことん話し合ってほしいのです。それが大人の男ってもんですよね。道綱の母、安子がドラマの中で男は座る地位で育つのですと言っていました。私の師匠で今年92歳になる堺野勝則先生は女のわがままが男を育てるとおっしゃっています。真宙も相手が努力したら手が届くような相手の成長を促すような要求やわがままを提示できればよかったのでしょうが、10代後半の真宙にはそんな心のゆとりはないでしょうしね。純粋だからこそ自分も傷つき、相手の心も傷つけてしまう。でもその純粋さがあればこそ人を引きつけるわけで。ほんと、人間が生きていくって楽じゃありません。
帰宅した真宙は池に映った自分の顔に向かって小石を投げ入れ、自分の顔を崩しては泣くばかり。でもまたすぐに水鏡の揺らぎは元に戻り、真宙の泣き顔が映る。最初は水面に映っていた小さな月が、そこにはもうないのです。お互い好きで好きでたまらないのに、心がすれ違っている。この時の二人を、水鏡に映らなくなった月が象徴しているようで、切ない場面でしたね。最後に、今後の展開についての期待をお伝えして、この動画を締めくくろうと思います。まず何と言っても、真宙と道長の関係がどうなっていくのかということですよね。二人は肉体が結ばれたことで、大人への階段を上ったというか、明らかに変化しています。その変化は、真宙の場合、先ほどご紹介した和歌の解釈に反映されたり、月を見ても琵琶を弾くことなく、ただただ道長を思ったり、琵琶は今までは真宙が何かを断ち切りたい時に弾いていましたから、それをしなくなったということは、理性より道長を求める心が勝っているということなのでしょう。また、道長の微妙な変化に、藤原の雪成は気づいていましたよね。雪成は幼い頃に父親、そして親代わりの祖父を相次いで失った苦労人ですが、その豊かな学識とたゆまぬ努力で異例の出世を遂げ、道長の黄金期を支えることとなります。だから道長と縁が深いことは確かなのですが、ドラマでは道長との関わりの中で、道長のちょっとした変化に気づいたり、言動の裏に隠れている道長の思いを的確に察したり、もしかして道長に淡い気持ちを抱いているのかと想像してしまいます。二人の成長と雪成を含めそれを見守る人々との人間模様がどう描かれていくのか楽しみにしたいと思います。そんな中で気になったのが真宙が写していた漢文です。二度目の逢瀬の前、月夜のちぎりを互いに思い出し、恋心が燃え盛りながらも真宙は恋一辺倒になっていたわけでなく、勉学に打ち込む時間も大切にしていたのです。苦しい家計をしのぐため、働き手を減らし、自ら家事をこなす一方で、勉学の時間を大切にしているのですから、真宙の心映えに感動します。はじめに出てきたのは、司馬遷が編纂した歴史書、史記です。真宙が開いたところには、秦の始皇帝が亡くなった後、宦官の長江が若い二世皇帝を思い通りに操り、他の帝臣を近づけず、権力を意のままにして暴政を敷いていたことが綴られていました。しかも、ドラマの第1話で、幼い日の真宙が三郎に語った和歌のエピソードも、このすぐ後に出てくるんです。長江が宮中に鹿を連れてきて、馬ですと言うと、彼を恐れる帝臣は馬です。とおもねり、これは鹿ですと気概を見せて真実を語った者は処罰されました。三郎との出会いの場面で何気なく出てきたエピソードが実は深い意味があったことに私は今回初めて気づきました。絶対的な権力者は腐敗するという歴史の法則がそこには描かれているのです。全身全霊で道長を愛し、その一方で政治や権力のあり方について深く考察し続ける真宙。人間は恋と革命のために生まれてきたのだという言葉は文豪太宰治が残した名言ですが、まさに第11話の真宙はそれを字で言っていました。きっと真宙はそんな生き方を道長にも求めたのでしょうね。さらにドラマの中で真宙は博楽天の名高い長言歌も学んでいました。長言歌は唐の皇帝玄宗と絶世の美女楊貴妃との恋愛という史実に基づいて綴られた長編詩です。玄宗はその治世の前半、中国の歴史でも稀に見るほど輝かしい実績を残して名君と歌われましたが、後半では楊貴妃を愛するあまり政治をおろそかにし、唐王朝を崩壊の危機に陥れる事態を招いてしまいました。結局、楊貴妃の死と幻想の攘夷という展開になり、楊貴妃は渓谷の美女と長く語り継がれることとなります。長言歌は日本でも広く愛され、
多くの文学作品や書画のモチーフになっていますが、紫式部はこの詩を下敷きにして源氏物語第一条桐壺を構成しました。桐壺の行為に対する帝の寵愛が幻想と楊貴妃になぞらえているのです。ちらっと見せた漢詩がドラマに隠れた源氏物語のエッセンス、隠れ源氏になっている。いやー、気づけてよかったな。そして神奈の変も火山天皇の妻よし子への深すぎる愛に端を発していますから、この時期に真宙が手に取るには誠にふさわしい内容と言えるでしょう。これらを今をときめく藤原の道長と恋愛真っ只中の真宙が学んでいることが驚きです。恋愛もするけど決して溺れはしない、でも心が惑うのを自分ではコントロールできないという人間の真実を第11話は鮮やかに伝えています。というわけで、本日も大河ドラマ光る君へと源氏物語の両方を楽しむ解説をお届けしました。最後までご視聴くださりありがとうございました。このチャンネルを面白いと思ってくださった方は、高評価ボタンやチャンネル登録をお待ちしております。それではまた来週お会いしましょう。